こんにちは、ピオキチ太郎です。今回はですね、大阪の枚方市で、3人の親子が刺され心肺停止になっている状態について、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2018年の10月1日に大阪府の枚方市の民家で親子と見られる3人が刺され病院に搬送されたと。3人は心肺停止の状態ですということで、午前3時ごろに民家で3人が刺されたと消防に通報があったと。消防によると、刺されたのはこの家に住む40代の夫婦と20代の娘と見られていて、3人は心肺停止の状態で病院に救急搬送されたと。3人は自宅の中で倒れていたということで、母親と見られる女性が1階で、父親と娘と見られる男女が2階で見つかったということですね。はい、ということで、客観的な意見としては、このニュース、他の記事で見た人とかが、無理心中ではないかということとか、また犯人を一刻も早く見つけてほしいという意見とか、あと息子さんが一人残されたということが書かれてますね。16歳で、あと亡くなった近くに包丁が置いてあったと、お父さんの。なので、ちょっと無理心中じゃないだろうかということが多かったかなと思います。でですね、自分の気持ちとしては、そうだな、悲しい事件だなと思います。どういった理由かがまだ分かってないので、何とも言えないんですけど、11月1日ですね、すいません、なんですけど、そうだな、ちょっとまだ今の状態で詳しい、そういったなぜそうなったかっていうのが入ってきてないので、何とも言えないんですけど、一人の家庭がこうやって3人亡くなって、一人残されたということで、その3人の人の気持ちも辛いなっていうのもあるし、残された子供も辛いなっていう気持ちがすごいありますね。犯人がいてっていうことであったら、早く見つけてほしいなということはすごい思いました。はい、ということでですね、今回は大阪で3人刺されて心肺停止状態になっていることについてお話ししてきました。では、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。